株式会社オートコミュニケーションズは、東京都品川区東五反田日本社を置く企業である。新車、中古車販売店、オニキスの全国展開、新車に半額で乗れる、新車半額アンナップシステム、月々1万円から乗れるオートリース、フラット7、45分スピード車検、ウルトラ車検ブランドなどを展開。1987年に、 日商自動車販売株式会社が業界で初めての新車低金利販売サービスを導入し、翌年1988年に新車中古車販売店オニキスの全国展開を開始。1989年に日本初となるザンクレの新車に半額で乗れる新車半額ワンナップシステムサービスを開始し、オニキスイコール 新社半額のパブリックイメージが浸透。1991年に、オニキス運営本部を分社化し、株式会社オニキスコーポレーションを設立。2000年に、株式会社オートコミュニケーションズに、社名変更。2004年に就任した、岡本光太郎社長時に、全国のオニキス加盟店が500店舗になる。2014年に創業者、加藤義美里が死去。 2015年に日照自動車販売株式会社の玉野弘明社長が株式会社オートコミュニケーションズの代表取締役社長を兼任。ありがとうございます。